いい景色です。で、この美術館の屋根も見えて、ぐるーっと、あ、島根っこを入れてぐるーっとしようと思ってたのに、島根っこ、あ、黄昏ている。はい、展望テラスね、とっても気持ちいいところですよ。宍道湖いいね、いい景色ってたくさん皆さん入れてくださってましたもんね。今日はたくさんね、紹介するところあるので、早速中に入ってみましょう。ね、行こう行こう。2階から見ていきますよ。はーい。何何？なんか見つけたの？お、北斎ガチャだって。新しいのがあるよ。気になりますね。まずは水辺の展示室です。水を画題とする絵画を鑑賞するお部屋となっています。落ち着いたね、青の雰囲気がとっても素敵ですよね。日本と西洋の画家たちによる様々な水の表現を楽しめるんだって。面白そうだね。北斎展示室です。あ、これは有名な絵ですよね。江戸時代を代表する浮世絵師葛飾北斎の作品、北斎コレクションの中からいつでも北斎を楽しめるお部屋です。ここすごいかっこいいね。うん、とっても素敵なのでスクショタイムしましょうか。ちょっとスクショ撮ってみてください。ちらりもね。コメントオフはね、タイミングがずれてしまうと思うので、オフになっているうちに早めにスクリーンショット、画面保存してみてくださいね。はい、撮れましたかね。今日スクショした写真は SNS アップの OK いただいてますので、こんな感じかな。あ、そうね、お山だから。ハッシュタグ島根っこをつけて、ぜひこんなの撮れたよって教えてくださいね。アップしてもらったら島根っこも見たいよね。さっき見つけたね、北斎ガチャをしに、体験しに1階のロビーでできるそうなので行ってみたいと思います。北斎ガチャはね、1日1回引けるっていうことで、1階のロビーは入場無料で遊べます。2階のコレクション店に入場すると、さっきの展望テラスのところでもう1回引けるんだって。うん、ガチャガチャ。あったあった。お、じゃあちょっとみんなにも見せて。北斎ガチャここにありました。じゃあ早速やってみようかな。まずカメラで、そのこの QR コードだよね、開く。お、お、北斎ガチャのページが開きます。もうガチャを回すのボタンあるけど、でもほら遊び方が書いてあるよ。フレームが見れるよ。フレームを見てみる。ほら、あ、スーパーレアはシークレットだけど、レアがいろいろあって、うん、さっきの富士山もいるね。ノーマルも10種類。なんかあのよく見るね、波の絵とかもあるよ。これぐらいあるよ。そう、なんかいろいろ、なんか66首みたいなの。首が長い人いるなんて、いろいろな絵があって、フレームがね、この中から。あ、そうそう、ガチャ、はい、島根っこに回してもらおうと思って。行く？行きますよ。じゃあガチャ回しましょう。せーの。押せるかな。
難しいかな。わかんないね。あれ？あ、そもそも押せてないかも。ちょっとお姉さんが押してた。あ、難しい。あ、押せたんじゃない？やった、やった、やった。あ、出たよ。出た、出た。カメラのアクセスを許可します。ほら、ほら、こんな。ほら、島根っ子。なんか、スズメさんかな？小鳥かな？小鳥が。で、ほら、ちょっとそこの向こうに映るようになってるから、え、じゃあこれでちょっと撮ってみよう。え、そんなドアップじゃなくて、あ、ちょっとそれほら、うん。よし。どうなるかな？あ、島根っ子、手に乗せるなら、手結構高くしてもらったらいい。そうっす。乗せてる感じではないけど。いきます。せーの、しまねっこ。お、いいんじゃない、いいんじゃない、これ。しまねっこどう、どう、ちょっとしまねっこに見て。しまねっこどう、どう、あり、あり、いけた、いけたって、いけたって。え、見えるかな、みんな見えるかな。どう、どう。ちょっと後でこれ、あ、保存して、保存、保存はね、写真を長押しするんだって。長押しして、うん、写真に追加しておきます。できました。さっき撮れた写真ね、この後しまねっこのインスタグラムでアップしよう。ね、みんなに見てもらおうね。はい。で、次のポイントは入り口近くにあるキッズライブラリーに行きます。そっちにもね、新しいものがあるんだって。島根県津和野町出身の画家庵野光政さんの代表作旅の絵本シリーズのオリジナル短編アニメーションをね、ここで常時上映しているんだって。ここにね、説明があるんだけど、絵本に描かれたモチーフあちこちに置かれていて、そうだね、そういうのだね。で、それを触ると関連するアニメーションがここで始まるっていう、そういう仕組みになってるみたい。今まだ始まってないから、しまねっこどれだと思う？どれどれ。あ、そっちの端で選ぶの？下の箱か真ん中の箱か。どっちでしょうって。クイズ始まったね。みんなに選んでもらう？じゃあ下か、真ん中のそれね、上か。下の箱か上の箱か、どっちでしょうのクイズでコメントに上とか下とか書いてもらおうか。どっちでしょう、上か下か、どっちでしょう。で、あ、結構みんな下っていうお友達が多いかもね。じゃあちょっと皆さんの意見を参考に下の箱にしてみます。どうかな、触ってみて。せーので、お、箱を持ってみたよ。箱、モチーフを持ってみた。どうかな、動くかな。あ、動いてるね。始まった。そう、動いたね。当たった。そう、皆さんのおかげで当たりです。今輪投げが始まって、しまねっこがもう一回見せて。あ、そうか、スタートが輪投げだったんだ。皆さん分かりますかね、このモチーフの輪投げからこのアニメーション始まったんだよね。すごいね、面白いよね。いろいろ種類があるから、これはきっといろいろ動かしてしちゃう友達も楽しめるんじゃない。あ、牛の絵が始まったよ。その上のやつ牛の絵だった、しまねっこ。そう、外れって言ってるお友達いたけど、上も動いたね。上も下もでした。どんどん始まるね、楽しいね。じゃあちょっとここでスクショタイムね、コメントオフになってる間に撮ってくださいね。タイトルと一緒、入り口の方に戻っていくよ。いよいよ6月1日に
再開館する島根県立美術館では、展示内容以外にも嬉しい変更がありますよ。そうそう、ここ新家族の時間というのが始まります。家族の時間とは、子供と一緒の鑑賞優先時間として、展示室でも作品についてお話をしながら見ることができるんです。これからはそれを毎日実施することになりました。そして家族の時間には、子供と一緒なら対象となる方の観覧料が無料になるサービスもあるんだよね。島根子育て応援パスポートの心カードや心アプリのご提示で、お子様とご来館の同伴4名様まで2階のコレクション店の観覧が無料となります。もともとお子様は高校生以下で無料なので、とてもお得ですね。家族みんなで美術館を楽しむ時間、ぜひ活用してみてくださいね。はい、さて皆さんどうでしたかね。ちょっと忙しかったですかね。全部できるか心配だったので、どんどん紹介したつもりなんですけど、でもちょっとのんびりしすぎたかなちょっとコメントなかなか読める時間がなかったね、ごめんなさい。久しぶりの島根子インシニアライブ、今回は島根県立美術館からお届けしました。6月1日の再開館がますます楽しみになったね。ねえ、ワクワクだね。改めて島根子どうだった？うん、とっても踊っちゃうね、踊っちゃう、楽しかった、楽しかったね。みんなとつながれて一緒に楽しめてとても嬉しかったです。ありがとうございました。はい、じゃあこれからもね、島根子、島根県のいいところ、インスタグラムや TikTok、Twitter などでどんどん発信していきますので、ぜひフォローやいいね、コメントをお待ちしています。次回の島根子インスタライブも見てくださいね。ぜひお願いします。島根県観光キャラクター、島根子でした。ありがとうございました。またね、バイバーイバイバーイ。